岸田内閣の支持率大暴落が止まらない、毎日新聞が12月16、17の両日に実施した全国世論調査では、岸田内閣の支持率は11月18、19日実施の前回調査21、21%、より5ポイント減の16%で、内閣発足以来最低を2ヶ月連続で更新した。 作家の小倉健一氏が政権の今後の行方について解説するとうとうここまで支持率下がってしまった岸田政権岸田文雄首相の内閣支持率が17.1%ととうとう10%台に到達した時事通信が12月8から11日に実施した世論調査で 岸田内閣の支持率は17.1%と前月比4.2ポイント減となり、2012年12月の自民党政権復帰後の調査で最低を更新。初めて1割台に落ち込み、不支持率は前月比4.9ポイント増の58.2%となった。 同社の内閣支持率が10%台となるのは民主党政権が誕生する直前に調査が行われた2009年9月の麻生太郎内閣の13.4%以来だ低支持率政権として国民が皆思い出すのは森喜朗内閣だ NHK の世論調査を振り返ってみると2001年3月に支持率9% 4月に7%を記録して小泉純一郎内閣が発足する次にひどい低支持率を記録しているのは菅直人政権の2011年7月の16%東日本大震災の対応に失敗し国民からの大賓縮を買った時だ国民の声を聞くはずが声が届かないいずれにせよ 岸田首相を当面支えるが来年の自民党総裁選で岸田首相を引きずり下ろして新総裁新首相で衆議院選挙に向かうという自民党のメインシナリオが崩れつつあるこのまま支持率が10%を切れば任期途中での退陣もありうる安倍派関係者という。あれだけ。 国民の声が届いていないと前政権である菅義偉内閣を同じ仲間であるはずの自民党党内から罵り政権の座についた岸田首相である国民の声を聞いているはずなのに支持率は下がり続ける岸田首相であるが今回の安倍派を中心とする裏金問題ぐらいは国民の声を聞いてくれるものと信じたいところだこの先安倍派の裏金問題は どののような決着を見せるのか朝日新聞12月12日によればパーティー収入の一部を所属議員にキックバック還流した金額は直近5年間で5億円に上る疑いがある共同通信による報道では議員1人当たりの裏金は最大9000万円だという共同通信安倍派裏金9000万円超議員も特捜部還流の経緯捜査 裏金国会議員にはどんな刑罰が下るのだろうか先の朝日新聞によれば個々の議員の金額は5000万円超数万円と差があるが安倍派現在は99人の所属議員の大半が官流分の裏金を受領したとみられる東京地検特捜部の捜査次第で総額は変わる可能性もあるが規模の大きさ組織性や恋性の強さから 派閥側は政治資金規正法違反、不記載、虚偽記載、容疑での立件が不可避、としている。この総額5億、個人で最大5000万円というのが正しいところのようだ。ただ、同記事は、特捜部は約5億円の多額に上ると見られる派閥側の裏金の不記載について、立件を視野に捜査。 収支報告書の付記載額としては収入支出を合わせると倍の約10億円になる可能性としている昨年政治資金収支報告書にパーティー収入など4000万円帳を記載せず罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を受けたその浦健太郎元衆議院議員 自民党を離党の事例を罰則の基準と考えると、裏金が5000万円超の王の安政参院議員、4000万円超の谷川弥一衆院議員、池田義孝衆院議員の両氏は、同等の扱い、離党、除名、罰金100万円、公民権停止3年を受けることになりそうだ、さらに、裏金が1000万円超だった松野裕和官房長官。 高木剛党国会対策委員長世耕弘重党参院幹事長にもそれに準じた罰が下されなければおかしいことになる橋本哲氏は政治資金規正法で処罰できないにしても脱税だと認定してほしい宮沢博之防衛副大臣が認めたように政治資金パーティー券の売り上げの一部について還流キックバックを受け さらにこの官流文に関し、派閥側から政治資金収支報告書に記載しなくてよいとの指示を受けたことも分かっている。政和政策研究会、安倍派、の会計担当職員が東京地検特捜部の事情聴取に対し。 収入の一部を議員側に還流させていたことを事務総長に報告した、と説明している、読売新聞12月7日、としていることからも組織的な犯罪であったことは明らかだろう。さらに、安倍派では、実際の収入額が書かれた資料とは別に、政治資金収支報告書に記載する金額を記した資料も作成していた、時事通信12月15日、と指摘されている。 40年前の悪徳歯医者のような二重帳簿をこの時代にやっている人がいたとはあぜんとするほかない橋本哲氏は政治資金規正法で処罰できないにしても脱税だと認定してほしい刑事処罰がなくても脱税認定されれば政治生命は終了 組織活動費政策活動費も領収書がなければ脱税という世の中にと X で指摘をしているが二重帳簿や口裏合わせを含めて実際にやってることは悪徳企業の脱税と一緒だ民間企業が巨額の脱税をすると以下のような処罰が下される告発の基準は公認されていませんが実務の運用として法人税や所得税については 一般的には1億円以上の所得を脱税したことが告発の条件とされているようですただ脱税した所得金額が1億円に満たないものであっても告発に至る場合がありますより大きい以下はネットユーザーの反応をまとめたものです検察は不記載罪で処罰する方向というしかし記事にある通り 脱税でも処罰すべきなのではなぜなら当事者が政治資金として記載していないならそれは政治資金でも何でもない単なる所得に過ぎず一般国民と変わりない裏金の雑所得なのだから例えば受け取った代金の一部を長年プールし隠し資金にしおてえたり相続税が嫌だから少しずつ預金を下ろしタンス預金しておいた場合。 国税は所得税違反とか贈与税違反など脱税で重加算税を取ろうとするでしょう。派閥や議員がやっていることも大して違いはない。それなのに最初にパーケンとして受領すると、なぜいつまでも政治資金として扱われ無税なのかその上検察は5000万円以下なら不起訴だとか信じられないような勝手な基準を言っている。 仕方のない理屈もあるのかもしれないが、みんな真面目に税金を納付して以上、誰も納得しないでしょ。民主主義が死に絶えた日本であちこち世論調査して支持率出しても、政権はそれに従って政策進めるか別だしたとえ支持率ゼロになったとしてもやめさせることができるわけでもない。 知りし欲くの人なら満了までしがみつくだろうし、失うものがない無敵の人のように国民に反対される可能性の高い無茶な政策でも事故の利益になるなら今のうちにとどんどん進める可能性すらある。でもどこかで痛い目に遭う可能性もある過去に学んで自制できる人物ならいいんだけどさ。 戦前のように餓死者が続出したり武器を持った人があちこちにいるわけではないからまだ大したことは起きていないけど時代が違えば狙われてるだろうな法治国家ということを忘れないでほしい立法府である内閣府が国会議員だからとか先生様なのでとか公官長の貸し借りや忖度で逮捕されないような事態になってはならないと思うけど良いのかな と思うが悪いことやってる加担している認識があってやってたんだから潔白なんてものはみじんもない記事表題にもあるように民間であれば懲役刑になるんだから公民権がある同じ国民として判断をしてほしいと思う日本は政党が多すぎるそして自民党議員が多すぎる野党は分裂しすぎで格闘少数である選挙で選びにくい これでは自民党一強となるのは必然だと思う民主党政権はまだ一回しか政権を取ってないその一回が悪かったからいつまでもあそこは良くないとレッテルが張り続けている自民党は一回悪かろうが二回悪かろうが支持されているなんでなんだろうそこが疑問で仕方がないやはり一強は良くない 二強三強と言われる政党が国民、有権者が作らないと政治がよどむと強く感じるこれまでの政治家の不正では、自分は承知していなかった、事務方のミス、秘書が勝手にやっていたなどという逃げ口上を並べて難を逃れるケースが多かったのですが、昨年のその裏議員のケースに照らし合わせると、今回は数多くの議員が網にかかることになります。 検察の捜査結果が待たれますが、もし公民権停止処分の議員が続出すれば国会が維持できなくなる事態となり、そうなれば衆院解散で国民の信を問うのが常道のはずです。現在、自民党内では派閥解消や政治資金規正法改正など小手先の対応策が出されていますが、到底それで政治がクリーンになるとは思えません。 逆に政治家に限って職務上の犯罪は一般人より重罪に課すべきそうしなければこの手の犯罪はなくならないし政治家になる人はその覚悟を持って職責を果たさなければならないという緊張感を持ってほしい岸田さんが気にしているのは国民の支持率よりもアメリカ様の意向ですアメリカにウクライナに金出しとけと言われイエス・ハ、yes, イ 喜んででと即応しちゃうくらいです宏池会にはアメリカに弓を引いて失脚させられた総理経験者が豊富ですからその経験を踏まえているのでしょう。